tbis tbis はトヨタベリアブルインダクションシステムの略でトヨタ自動車が1982年より採用した可変吸気システムの名称 t ー i s は各気筒に2本ずつある吸気バルブに対しそれぞれ独立したインテークマニホールドを持ち低回転では片側をバタフライバルブにより閉じ1本とし高回転では2本に切り替える構造作動は 負圧アクチュエーターを用いており、エンジン回転数が 4650rpm を超えると、バキュームスイッチングバルブで負圧をアクチュエーターに送り、バタフライバルブを開かせる。これにより、低回転では、インテークマニホールドの断面積が小さくなり、吸気流入速度が上がり、完成力で充填効率が上がる、完成下級効果。さらに、 混合儀がシリンダー中心に対しオフセットして流入するため強いスワールーズが発生し燃焼効率が上がる。これらにより発生トルクの向上が図れる。高回転ではインテークマニホールド内の断面積が大きくなり吸入抵抗が下がることにより充填効率が上がり最高出力の向上が図れる。このような機構が登場した背景としては 1970年代後半にトヨタをはじめとする自動車各社が対応に苦慮した自動車排ガス規制が挙げられる。トヨタトータルクリーンシステムの熟成により昭和53年排出ガス規制をクリアしたトヨタではあったが昭和48年排出ガス規制以前のフルパワーエンジンを知る世代からの票は決してかんばしいものではなかった。そのような中、 トヨタは1979年、昭和54年より三元触媒と合わせて DOHC を導入し、市場にツインカム旋風を巻き起こし、ついで1980年には 1GEU 型や1981年の 1SU 型は工房で、ライトウェイと軽量アドバンスと進歩スーパーレスポンス、高応答性エンジンを意味するレイズの相性をつけ、 排ガス規制機に低下したトヨタのスポーツイメージの回復を狙った。この DOHC プ風トレイズエンジンの集大成として市販車では一部の高級スポーツカーにしか採用実績のなかった1気筒4バルブを大衆車向け量産エンジンにも展開することを計画した。DOHC4 バルブは高性能を発揮することができるが、吸気ポートや インテークマにホールドの内径を広げていくと、低回転時の吸気流速が低下して、エンジン出力の低下、つまり低速トルクの低下を招き、低速トルクの向上を狙った、細く狭い吸気ポートは、高回転時の出力低下、つまり最大馬力の低下や、回転数の頭打ちといったお自体を招いてしまう。スポーツカーでは、ドライバーの腕により低速トルクの細さをカバーできるが、 老若男女あらゆる世代が運転しうる大衆車では、このような欠点はできるだけ解消しなければならない。t ビスは、このような状況を解決する手法として考案された、ものである。最初に採用されたエンジンは1982年のトヨタ 1GGE で、その後1984年の 4AGE や 3SGE などにも展開された。公式には、触れられていないが、 tbis は当時のトヨタのスポーツエンジンの4バルブシリンダーヘッドと共にヤマハ発動機が開発したものである。より正確にはトヨタが開発し1978年に米国特許を取得したダウンドラフト式キャブレター向け出力に応じて2系統の吸気ポートを切り替える機構やホンダ技研工業が1979年に 米国特許を取得した出力に応じて二つの吸気バルブを切り替える三バルブエンジンを引用した上でヤマハが1981年に改めて欧州特許を取得したものであり T ビスバルブユニットにはヤマハの社名が打刻されているその後 1GGE では不登場インテークマニホールド型が採用され低回転側インテークマニホールドが長くされ脈動効果も利用しさらぎ 充填効率を大きくすることができた。他メーカーでは、この時期に、日産が、RB20 でや CA16 で、GA15S などに、同様の可変吸気システムのニックス日産インダクションコントロールシステムを採用している。また、同じトヨタ内では1983年に、TBIS に構造が類似した風圧を用いた、インテークマニホールド切り替え機構を用いて、 主に低回転時のみに、シリンダー内にスワールを発生させることを目的とた、スワールコントロールバルブを3エールに採用している。機械的手法でスワールを発生させる機構は、三菱自動車工業の MCAJET が存在していたが、SCV は、高回転時には、全開状態となることで、スワールの発生を止め、最大の吸気効率を発揮させられる利点があった。 トヨタは1987年式、トヨタカムリの 1VZFE よりの概念を取り入れたを、ハイメカツインカムと共に導入し、1991年以降は、可変バルブ機構の VVTI も導入されたことにより、それ以降は TVIS という名称では採用されなくなった。t ビスのバタフライバルブは、高回転まで使用しない場合に、ロバイのによる、 カーボン体積により動きが悪くなり、レスポンスが悪化したり、時に完全に固着するトラブルも発生し、チューニングカーでは T ビスを取り外したり最初から全開状態で固定する改造が行われたこともあった。低回転時には閉じているバタフライバルブ側の吸気バルブ産部は燃料噴射装置からの噴射による洗浄効果が期待できないため、カーボンが非常に堆積しやすく、 吸気ポートの有効面積が減ってしまい性能低下を起こしやすいことも泣きどころであった。負圧アクチュエータの開閉制御は駅で行われており、ロムチューンにより作動回転数の変更も行えるが、2000年代まではプライベートチューナーによる駅の再セッティングの手段は極めて限定されており、t ビスの機構を残したままカムシャフトの交換などを行うと、バルブ切り替えの回転数が バルブタイミングに対して不適合となり、かえって性能に悪影響を与えることも、チューニングカーで t ビ i s が忌避された理由でもあった。本来 t ビ i s が搭載された、トヨタ 4AG やトヨタ 1GGE などは、吸気ポートの形状は t ビ i s が存在することを前提に、ポート加工されており、単純に t ビ i s を取り外すことはあまり望ましい、行為であるは言えない。そのため、 トヨタ AE86 の 4AGE では、シリンダーヘッドとインテークマニホールドのすべてを TBIS が廃止された世代である AE92、後期型に換装する改造が行われたりもしており、AE101 で 4AGE が5バル部下される直前の一時期に TBIS が廃止された事実は、4AGE ユーザーの間に TBIS は失敗作という悪印象を残すことにもつながってしまった。 しかし、2000年代以降ノートパソコンなどを利用するサブコンピュータででも容易に駅のセッティングが行えるようになったことにより TBIS のユーザーによる作動タイミングの最適化が姿に行えるようになり、1980年代当時の量産エンジンにおけるアルミ鋳造技術の限界から生じている不適切な内部形状の修正など、 メカチューン的な手法も含めた t ビスの再評価が行われてきている。なお、1G エンジンでは t ビスがツインターボの 1G GTE にも採用され、スーパーチャージャーの 1G グスのみが t ビス非採用であった。自然吸気エンジンはハイメカツインカムの 1GFE に置き換えられた。トヨタ 3SGE は1984年から t ビスを採用し、 自然吸気は1990年にアシーに置き換えられる形で姿を消している。ターボエンジンの 3SGTE では1993年の第2世代まで TBIS が採用されており、同年末の s t 2 0小型セリカの登場と 3SGTE エンジンの第3世代以降に伴い TBIS が廃止されているが、3S エンジンや 1G エンジンでは、 ティービスの取り外しは 4AGE ほど活発ではない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。